どうも、波動チューブです。はい、本日はディープ104、後楽園ホールでの自分の注目カードの対戦予想をしてみたいと思います。まずはですね、メインイベント、自分も今参戦しているフライ級の試合ですね。新龍誠選手対福田龍也選手の勝敗予想をしたいと思います。自分の予想は3ラウンド判定で新龍選手の判定勝ちを予想します。まず2人の紹介からいきたいと思います。新龍選手はですね、第5代のディープフライ級チャンピオンで、ライジンにも出場してますし、ライジンでも勝ち星を重ねてる若手のすごく勢いのある選手です。まあ何でもできるオールラウンダーの選手ですね。本当に打撃もできますし、組も強いです。で、福田選手はですね、もともとシュートのチャンピオンで、これからですね、ディープのフライ級戦線にガッと入っていくような選手ですね。で、この二人の試合の展開予想なんですけど、福田選手はですね、ストライカーです。完全に。もう、打撃がすごく強い選手です。で、お互いサウスポーですね。新龍選手もサウスポーで、福田選手もサウスポーになってます。で、福田選手、僕ちょっと映像見たんですけど、強いのは左のロー、あと左ストレート。まあ何でも全部強いんですけど、特にこの2つかなり強いですね。で、左のローって、こう、サウスポーサウスポーだと結構前足蹴れるんですよね。なので、福田選手と前田選手の試合を見たんですけど、かなりローで効かして最後倒してたんですけど、その展開になると結構新龍選手きついと思います。なのでですね、新龍選手はスピードあって打撃もできますし、あと自分からもどんどん組んでいくと思うんですよね。で、新龍選手組も強いですし、ただ福田選手はテイクダウンのディフェンスがすごくうまいです。なのでなかなかテイクダウン取るのも難しいと思います。ただやっぱり先に組んでいくのは新龍選手で、で、攻めてるっていう印象もありますし、こう、結構新龍選手がこう、要にこう、打撃の展開から押し込んでいって、テイク狙うけど、福田選手がそれ対応してっていう展開が多いんじゃないかなって、ちょっと予想してます。で、3ラウンド通しての判定、優勢ポイントで、新龍選手が勝つかなと思います。続きましてですね、セミファイナル、北岡悟選手対鈴木匠選手の試合を予想します。この試合、自分の予想は3ラウンド判定で北岡選手の判定勝ちを予想します。北岡選手はですね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、もうライジンでも活躍されていますし、ディープでもベルトを取ってますし、もう本当に昔からですね、有名な強い選手です。はい。で、鈴木選手はですね、今このライジンで勢いのある盆栽柔術の選手ですね。はい。で、鈴木選手はですね、まあ、やっぱり盆栽柔術なんで組が強い選手だと思います。まあでも打撃も結構パンチからこう組んでいくタイプの選手ですね、映像を見たら。なんですけど、ちょっとですね、スピードに差があるんじゃないかなと、映像を見た感じだと北岡選手の方がスピードがあるように見えたので、北岡選手が打撃でもアドバンテージを取りつつ、その中でテイクダウンも取って上から攻めていくっていう展開が多いかなと思います。ただやっぱり鈴木選手下からも強いですし、その決め切られるっていうことはないと思うんですけど、打撃の展開、あと寝てからの展開でもやっぱりいいポジションを取るのは北岡選手だと思うので、北岡選手が判定勝ちっていう風に予想してます。はい、続きまして女子の試合ですね、伊沢聖華選手対パクシウ選手の試合を予想したいと思います。
はい、この試合自分の予想は1ラウンド伊沢選手の一本勝ちを予想します。はい、この試合ですね、なぜ僕が注目カードっていうかと言いますと、この伊沢選手ですね、めちゃくちゃ強いんですよね、本当に。ちょっと僕も見てびっくりしたんですけど、すごい女子でこれからすごい活躍するだろうなっていう選手なんで、皆さんにも注目してもらいたいなと思います。別に設定ないんですけど、はい。で、伊沢選手は寝技の強い選手ですね。どっちかというと組は本当に強いです、すごく。で、こう決めきるっていう感じの寝技するので、すごく見てても面白いです。で、パクシウ選手はストライカーですね、完全に。やっぱり試合展開は打撃も伊沢選手最初ちょっと付き合うと思うんですけど、組んだらやっぱり差があると思います。伊沢選手は結構誰とやっても差があるぐらい組強いと思います。なのでもう1ラウンドでやっぱ決め切っちゃうんじゃないかなと思って、伊沢選手の一本勝ちを予想します。はい、本日はですね、ディープ104大会の自分の注目カードの対戦予想をしてみました。まあ他にもいろんないいカードはあって、鶴谷選手対久保選手っていうフライ級のカード、この試合も結構注目で、鶴谷選手すごく期待の若手なので、パラエストは千葉松戸の鶴谷代表の息子さんで、すごく勢いのある注目の選手なので、鶴谷選手も見ていただくと面白いんじゃないかなと思います。あとはですね、大木亮太選手、大木亮太選手最近練習場で一緒になることがあるので頑張ってほしいと思ってます。皆さんぜひディープ104大会お楽しみにしててください。本日もご視聴ありがとうございました。